さて、前回終了した旭川からスタートです。それではまずライラックに乗ります。久々の JR 車は少し硬く感じますね。さて、札幌からこの 731系に乗車し、苗穂に向かいます。さて、苗穂に到着。上から広大な苗穂工場を見ることができます。その中には 0.0 マラ35、汽車40、特急希望者系統など数多く見れます。とりあえずライオに来てマクドに行きます。今回食べたのはアーツキウイスパイシーベーコンテリ玉のセットです。さて、ここ苗穂に来た理由ですが、本日は3月の第2土曜日ということで、北海道鉄道美術館に来てみました。さて、まずは入ってすぐにある旭山動物園号の紹介写真です。旭山動物園号は2007年から2017年まで運行していた汽車183にラッピングを施した車両で、これは2013年にリニューアルをした後の姿になります。次は汽車283の前面のクレイモデルと JR 北海道のほとんどの形式のデザインなんです。汽車281などはもちろんのこと、汽車183は北斗星リゾートトレイン軍団のデザインもあります。倍速で流しているので詳しく見たい人は実際に行ってみてください。さて、お次にヘッドマークです。多分ほとんどが汽車183のスラントノーズと呼ばれる機関通のヘロガン内から取ってきてると思います。さて、よくある鉄道模型のコーナーです。すごい立派ですね。汽車183の新特急速がこちらに、もう一つの方に汽車261が走っています。さて、苗穂といえばのリゾートトレイン軍団です。左の第1弾からアルファコンチネンタルエクスプレス、プラノエクスプレス、トマムサホロエクスプレス、ニセコエクスプレス、トマムサホロクリスタルエクスプレス、ノースレインボーエクスプレスの6種類があります。ここからはネゴイチのフタなどの蒸気機関車関係が多いですね。さてさて、カンとも呼ばれる方のヘッドマークです。カートレア日本海などといった有名なのが多いですね。夢空間はエルモじゃなくてエルムからのトライライトエクスプレスやカシオペアです。さて、いろいろ飛ばして大量のナンバープレートです。次は北斗星の関連品です。エンブレムや牽引機や使用車両のナンバープレートなどがありますね。さて、お次は赤レンとも呼ばれる711系電車です。様々な部品がありますね。さて、階段を上がって2階にやってきました。2階には小物類が多くあり、メーター系統もあります。2階といっても結構、天井が近いのでお気をつけください。さて、ここのメインである汽車82系の前頭部です。やっぱり国鉄型機動車特急はかっこいいですね。特にこの回転式、タイソンと難波線の並びとか最高ですね。そしてもう一つ、苗穂が作り上げた初めてのリゾートトレイン、アルファコンチネンタルエクスプレスです。この見た目をしておきながら、汽車56という重工型機動車がレースになっているのは驚きですね。さて、それではこれで札幌まで戻ります。今回来たのは733系ですね。やっぱり北海道の列車はどれもかっこいいですね。さて、有名な時計台を見て中に入ってから本日の宿にやってきました。それでは商店街によるご飯を食べに行きます。今回食べたのは北海道名物のジンギスカンです。あとはホテルに戻っておられです。お疲れ様でした。